植物の方も手入れをしていきます。みんなガラガラになって狭いところで根が張ってました。何鉢か植え替えました。みんなぎゅうぎゅうに育って頑張ってくれてたのでだいぶ広くなったと思います。この子たちですね、すごい広がってどうしよう、今から変えようかなと思います。ぎゅうぎゅう、トゲが怖いどうしよう、頑張ろう。根っこが伸びすぎてかわいそうなことになってました。よかった気づいて、ごめんね、みんな、ほんとみんなごめん。物欲ばかりに走って全然見てなくて、水だけちょろちょろってあげて、水さえあげてけばいいやってなってた、ごめんねみんな。みんなちょっと鉢を大きめにしたり分けたりして元気に生き生きなりました。よかったよかった。こんな感じで元気になった感じ。ちゃんと手入れもしないとダメですね。またもや断捨離のものが出てきました。はあ、やっぱりなんか再利用したのをまた使うの私に合ってないですね。穴が下に開いてないのでしっかり穴開けたりしてちゃんとしてあげたらね、息もできるんだけど、中に穴も開けずにそのまま使ってたりしたので、なんかみんな我慢強く生きてくれてました。感謝です。ごめんねみんな、ほんとちゃんとしよう、またまた反省です。
最後までご視聴ありがとうございます。これからはもっと大切に生き物たちをお世話していこうと思います。